皆さん立ってください。足を腰の広さぐらいに広げて膝を軽く曲げてください。頭の上から引っ張られているような感覚で、背が高くなっているような感覚で、手を下で交差させてください。息を吸いながら腕を上に上げてください。そして吐きながら横に伸ばしてください。そしてまた息を吸って、また次逆方向に伸ばしてください。息を吸って手を広げて終わりです。私はこれを職業にしています。私はこれを職業にすることで生活しています。ちょっと変わった場所で人々にヨガをしてもらっているんです。今していただいたのと同じような方法です。私はエリック・キップと言います。で、私はビジネスを始めました。ハイキングヨガというビジネスです。私のやったことはヨガの新たなスタイルを創設したんです。ハイキングとヨガを融合させました。このアイデアからビジネスを始めました。そしてこの3年間でこのビジネスは広がりを見せ、この数年間で何人もの人たちに活動を共にしてもらいました。では私の話をしたいと思います。2009年の春、私は全く無名のヨガインストラクターでした。サンフランシスコに引っ越そうと思っていました。そこで自分の教えを提供し生活したいと考えていたんです。サンフランシスコはとても多様で、そしてとても競争率の高いヨガのコミュニティです。何千人ものインストラクターがいますし、何百ものスタジオがあります。このヨガコミュニティの競争をしているのです。私のような新しいインストラクターがこの競争率の高い地域でどのように生活していけばいいのでしょうか。私の最も困難だと感じたことは自分を差別化することです。自分を見つめ直して、自分は何が違うのか、他の何千人ものインストラクターと自分は何が違うのか考えなければいけませんでした。これ、自分と向き合わなければならないとき、大きな決断をしなければならないとき、私はドッキングチェアテストというテストを行います。そうすることで自分の最善を提供できているかどうか見つめ直すのです。このように行います。私は95歳になった自分を想像します。ドッキングチェアに座って、顔に不調もできているでしょう。白髪も増えているでしょう。もちろんその頃髪があればという話ですが、でロッキングチェアに揺られながら人生について考え直しています。そこでその人生の一部一部について考えながら、最終的な目的地点について考えます。そこから対極的により人生を見ることができるんです。何が起こっているのかということです。その視点を獲得すれば、最優先にしていることは何なのか、優先順位をつけることができます。そのロッキングチェアに座っている自分を想像すると、私は毎日このことをできるんです。そうすれば後悔することはなくなります。それがロッキングチェアテストです。で、この現状をこのことに当てはめてみましょう。何千人ものインストラクターと自分を差別化することは何なのか考えてみたんです。そこで気づきました。私はただ新人のヨガインストラクターだけではないと。私は何年もツアーガイドをしていました。アラスカ、ハワイ、カリフォルニアでツアーガイドをしていたんです。だからこそ人々を新たな体験や美しい場所につなげることに情熱を感じていました。他にも歴史で学位を取得しました。なので地理にも情熱を持っていました。私は旅行した場所、住んだ場所、すべてをハイクしてきました。何が一番美しいのか見つけに行っていたんです。他にも何年間も起業家として働いてきました。私はこのようなさまざまな側面を持っていたんです。単純に新しいインストラクターというだけではありません。しかしそれを提供するためには、こういった対極的な視点が必要でした。そこで気づいたんです。私は四角い釘のようなものだと。で、その四角い釘である私は丸い穴に自分をはめ込もうようとしてたんです。そこで自分を削ぎ落としていると気づいたんです。その削ぎ落とされている部分というのは、自分の差別化されている部分、自分のユニークな部分ということに気づいたんです。それは私の後悔だと気づいたんです。自分を削り落として丸い穴にはめ込めようとしている、そういった図です。私は自分の自身を提供できる、良いものを提供できるようになりたかったんです。自分のコミュニティに提供したいと考えました。そしてたどり着いたのがハイキングヨガです。ハイキングヨガとは、
ヨガハイクです。ヨガハイクとは90分のアクティビティです。友達が集まります。そして一つの場所に集まってアメリカ中の都市で活動されているんですけれども、そこでハイキングに行きます。そのハイキングには有酸素運動とヨガの優雅さを合わさった活動です。これは友達が集まって新鮮な空気を吸って健康的な活動をして元気になるということです。そして自分のコミュニティを探検することができます。そしてサンフランシスコをお例にとりますと、美しい場所に行くことができます。サンフランシスコでは丘に登ってみて海を見渡してみたりします。ニューヨークでは忙しい都市から離れてセントラルパークに向かいます。そして静かな場所を探検してヨガを行います。ロサンゼルスではハリウッドヒルズに向かいました。そして谷を見渡して太平洋を見渡しました。そこで自分自身のユニークな部分を見つけました。では次に、自分よりも大きいトレンドに自分自身を強調させなければいけませんでした。そこで Facebook と Twitter に目を向けました。2009年頃 Facebook と Twitter もとても勢いがあったんです。私はとてもビジュアル的にもとても特徴的なサービスを提供しているふうに感じていたので、こういった写真を全てのコミュニティで提供できたら素晴らしいと感じました。なので実際それを行って Facebook や Twitter で多くのフォロワーを獲得しました。グルーポンでも同様です。グルーポンは小さな私のようなビジネスを助けてくれる素晴らしいビジネスです。より大きな顧客にサービスを提供してくれます。でその通りになりました。何千もの俳句を販売しました。そして3つ目について、人々は過密なスケジュールで生きているということに注目したいと思います。多くの人々は有酸素運動をしたりヨガをしたり友達と会ったりアウトドアに出かけたりという時間がありません。私たちはそれを一つのパッケージとして1時間半で提供しました。で素晴らしい結果になりました。最初の1年間で2009年のことですが、2009年には私一人でこのビジネスを始めました。サンフランシスコでのみ活動していました。しかしこのアイデアをより大きなステージに提供し始めたら、2、3年目で大きな拡大を見せたんです。100人ものインストラクターをトレーニングしました。素晴らしい結果です。私も世界一になったような気持ちでした。ビジネスも拡大していましたし、私のアイデアも世界中に拡大していました。そして現在の妻であるカリーナと出会い恋に落ちました。そして子供も生まれました。そして2011年にツアーに行こうと考えたんです。新たなロケーションでビジネスを展開しようと。しかし、妻が妊娠している時、娘のクインシーが先天的な異常があるというふうにいうことが判明しました。そして集中治療室での治療も必要だということが分かりました。そして私の決断としては、ビジネスは少し待ってもらわなきゃいけないということでした。しかし私が一歩引いてしまったら、このビジネスはどうなってしまうのか、1日に 3、5 時間しか働けない状態でどうなるのか、そういうことになった時、全てを考え直さなければいけませんでした。私は家族に時間を使わなければいけなかったからです。なのでまず最初インストラクターに手を差し伸べてもらいました。そして次にシステムを使ってテクノロジーを使用しました。そこで私がなしでもビジネスが進行できるようにシステムを作り上げたんです。クインシーが生まれました。そしてもちろんさまざまな子どもの育児に関わる困難の面もありました。そして何ヶ月間経って、私は父親となったわけです。しかし父親になりながらもビジネスに常に片目を向けている必要もありました。しかしビジネスは実際には繁栄し、私なしでも拡大していったんです。これはとても喜ばしいことでした。とても重要な時期でした。私にとって、そして妻にとって。しかしここでロッキングチェアに戻らなければいけないと感じたんです。そしてどのようなレッスンを学んだのか考え直しました。まず重要なのは家族が最優先だということです。家族からのサポート、そしてコミュニティからのサポート、妻の素晴らしいサポートがありました。そこからビジネスを変えて、家族のために時間を作れるようにビジネスを変える必要がありました。そして他にも生活習慣も変えました。私の家族がいる地域に行く
時間を作り、そして妻の家族である妻の家族が住んでいるウルグアイに行く時間も作る必要がありました。他にも大きな側面は、人々の人生を変えるようにインスピレーションを与えることです。人々に手を差し伸べ、そういった機会を提供することが重要だと感じました。最終的に私たちはビジネスではなく人生を構築していたからです。では現在に先回してみましょう。私の娘クインシーは16ヶ月になりました。とても健康です。そして2人目の息子も生まれる予定です。そしてハイキングヨガは常に進展しています。2013年も楽しみです。新たな年に拡大する予定です。そして他にもインストラクターのトレーニングを行う予定です。したがってただ私、そして私の経営だけではなく、より多くの方の経営やマネジメントに拡大すると思います。本当に限界ありません。とてもワクワクしています。しかしただ私の話をするためにここに来たわけではありません。私は皆さんに挑戦していただきたいと思います。このロッキングチェアに座って自分自身を見つめ直してみてください。現在私たちはとてもダイナミックな世界で生きています。大きな困難もありますが、期待さ想像もできなかったようなチャンスもあります。そしてテクノロジーによって他の方々とコラボレーションする機会があります。どこでも仕事ができますし、生活もできます。フリーエージェント経済に住んでいます。この仕事からあの仕事へ変えたり、新たな経験を得たりすることができます。自分自身にとって一番良いビジョンを得ることができるのです。このような機会をどのように使用して人生を構築するのか、もちろん簡単なことではありません。しかしやるべき価値はあります。ですから皆さん挑戦してみてください。時間を取ってロッキングチェアに座ってみてください。自分自身を見つめ直してください。そして自分自身のためにこれを行ってください。そして自分のコミュニティのために行ってください。自分の影響したい人々についてです。そして最後に、その95歳の自分のために行ってください。なぜなら、彼はそこに座って今のあなたをサポートしてくれています。もちろん難しい質問もするかもしれません。本当に最善を尽くしているのかと、自分のユニークな部分は何だと、自分の一部を犠牲にしていないかと。なぜなら彼はあなたを見ています。そして言い訳なんか聞きたくないでしょう。なぜなら言い訳は結局意味がないからです。あなたの想像力、そして前に進む力を求めています。なのでお願いします。ぜひこのロッキングチェアに座って自分を見つめ直して人生を素晴らしく生きてください。ありがとうございました。